混みよるよ、うん、あそこ裏道ない感じやん。ないな、うん、いけんだよ。せん上通ってせが、9号線出たの。はい、あ、そうほんま俺はせが9号線あの、バイバゼ止まるどんどんな、うん、あそこの裏道ガーッと山下の走って、うん、山下の方から行った方が早い。ほんま捨てたのはあこら辺で混むことないよ。まあそうやな。おう、でそっからバイパス乗れるやん、うん、その方が早い。あほんで混むのバイパスタだよ。まあ俺捨てたの手前ぐらいまで早いで、そら荒井関の辺まで早い。あの川沿いやもんな。宇治川抜けてわーっと走ったのな。すぐもうあこまで行けした。そっから橋から橋大見大橋琵琶湖は橋3つでこみやな。おう、嫌なってくるわ。あそこらへん帰るのどれぐらいこんばんは平日に帰っても2時以外帰ったえあの西の子行ってる時でも帰りいつもこう乗ったやん、うん、8号線とかめっちゃ事故見よる。 あれ日曜で漫才こみんねん。平日ももうバババのことでしょ。あれそうやけど毎週釣りって言われたんだよ。毎週毎週言ってたの気づいたよ。西の子とかスペシャルに乗せてもらって言っとんだ毎週言ってたの気づいたよ。新潟アホでも言ってた。ミラントーはそんな行ったらよくないね。スペシャルにスペシャル行ったしょっちゅうスペシャル連れてってもって小野田君とか行ってたの気づいてチェリオの時かな。ミラ買う前にちゃう元気ある時や。それはその頃なんか仕事帰ってからに釣り行こういう感じになるわな。元気やん、俺の方が20代。20代前半やろ。元気やろ、俺。その代わり、最後に眠るみたいなのかもしれんけど、最後行こうか、いう気はあるわな。今の気もあらへん、仕事。うわ、もう行くね、じゃあさねえ、ほんと。見えるで、うん、ADY はもうあれやもう撤退しとんねん日本から。もう買えやんかやネットで輸入せなあかんねん。あそうやねん。ほんでそうなの、うん、でも撤退しとるからな最後のセーブしとんねん。そうやな完璧の取り尽くしやえ在庫リストの取り尽くしや。おうそうそう叩き売りしとんねん。そうやな今見てんねん。ちょっとこうだけどな。あのプレーとエディーバーはあったかいで。ダウンやろ。軽いしな。あ、そら、そら。めっちゃ軽いな、あったかいな、あれ。そらそうやね。エディーバーは言うたらダウンや、うん。代名詞。あ、そうだな。あの、ダウン最初に服で考えたんが、出したんがエディーバー。あ、そうなの。世界で、初めて。あれめっちゃいいわ。そらそうやね。エディバーは言うたらダウンや、うん、ダウンジャケット。今でこそみんな猫もシャグしてもダウンジャケットするけどダウンソはエディバーですよ。エディバーのダウンはあったかい。あれほんとハグやしな。安物はなんかハグ繊維みたいなの入ってるの。いやあのな安物はなあのアヒグやん。アヒグ、うん、いやほんまの安物はでダウンはダウンやけどな、うん、こんなんでもダウンにでも安物のダウンや。そうエディバウアーのダウンは上等のやつ入ってる。あの羽毛、羽毛は本物の羽毛入ってる。せいか本物のせいかあのあれが650パワーか550パワー書いてへんけど、ひらりうまく書いてあるのかあれ、そのこの筒はってなここにダウンあるやん毛入れて上から圧縮するんだよ。それはこの空間あるやん。空間、空間にも圧縮サイズこう縮むやろ。
で、それの容量が多ければ多いほど残りの容量圧縮して、もう それ以上いかへんというところまで行くのかな。足がなんかそんなんと思うか、ちょっと俺も忘れないけど、その数字が5数ほど量子数なダウンやって、それが安物はそのパワーのその表示さえ荒い。俺の知ってるやつで一番上が900とかだ。900、700、650とかな。で、これエディバワーで一番下で線が550。それのそのパワーさえついてへんやつが、こんなパワーもクソも荒い。これもダウンやけど、安物ダウンやもん。パワーもクソもあらへん。で、だから、ナムパワーとか。ウモウモとあるやん。あれもパワーってからさ。ええやつは。これ1万円の今、ウモウモと寝てけるな。うわ、怖い。あ、西川は一応西川やけどな。定価1万5千とか言うとったけど、あんなもん、ただ、ウモウモと言うだけで、うっすうっすしな。まあまあ、軽いのは軽いけど、ただ、ウモウモ言うだけで。これ、毛布や。毛布や。元気ないやつやね。風邪ひくわ、絶対。毛布とあの、あれ、そうです、絶対あれに。あの、毛布だけど、絶対風邪ひくわ。あ、やろうか？毛布の方がええねん。いや、毛布。じゃあ、毛布いっぱい。あ、いっぱいあるのか、毛布。ありがとう。あの、こたつ用のな、俺が、こたつ用の小さいやつの骨があって、ゴツゴツしてもゴツゴツこたつ用の毛布こうて。ごっつすぎんねん。てか、それすごいねんのかな、ごっつすぎて。ぐわー広げたもん、ごっつごっつで、人間3人ぐらい並んで寝られるぐらいの毛布。毛布。てか、こたつ毛布。こたつ毛布はまず仕事するわ。あったかい、あったかい。俺も1個あるけど、それ使わへん。あ、それごっつすぎて。そうやろ、邪魔やん、それ引いてたからね、ごつすぎて。あったかいけどな。あったかい、おう。あったかし、なんか寝そべってても、あ絶対外れへんけどな、ごつしたら。あ、安まってな、でもパラクリアなジャケットも。60% オフとか。それじゃ儲けやだよな。え？何？ 60% で儲けあると思うわ。まあ、あげやろ。たぶんこれな、8ヶ月ぐらいだったら、1万円のね、たぶん2000円ぐらいだったら、絶対。入りは。何やかんやで。てか、70、80、70ぐらいだったら毛布薄い。ちょ、俺70、ジャケットな、コンテ。71% オフ。ええやん。安いやつだった。ネットでもらった。ネットで。これ、あの、エディ・バウン。なんかちょっとええとこ行くとき、あったほうがええやん。ちょっと。100% ウール。これは上等や。あの、あれ。そしたら、定価だな。4、5万するで。ああ、ジャケットって6万な、6万5千ぐらいですね、これぐらいでいいわ。ええやつやん、うん、ウールのあの日本シャクシもなんかやっとんの知らんで、イギリス地方のスコットランドちゃおう、イギリスの何ランドやったらな、そこの特産品のウェールズといいね。おう。の、特産品の、その地方でしか作れへんか取れへんかしらない、その特産品の、特産品をその、いくつくと思う。ああ。シュトランド諸島の中で。一応、名前読んだじゃない。ランドウールとか、多分、そんな。いや、100均でもある。せいだな、借金のな、手袋でそれあったわ。
ちょっとしかすごくない高い生地で、それでもな、その生地の照明のな、このバッチちゃんはなんちゅうのエンブレムなんだって、それには変えたんだろ、プールって。うん、ほんでそのバッチな、これを使ってますよ言うのな、百均がな、もうちょっとしかすごくないのな、それを脱げ、脱ぐと使ってるからな、ちょっとでもそこでな、で、せーのクレームみたいな、何パー、その商品の何パーセントを使わん、それを使わんといてくれよ、絶対しなかったんだけど、うん、せーから叩き、叩き